So we are back with One Piece Odyssey. हम लोग वो लाइटनिंग वाला डीटी को मार के बाहर आए, वो जंगल वो खड़ा होगा हम लोगों के लिए, तो それにしてもさっきの移行、ずいぶん雷の研究が進んでいたわね。そう、ベザリアで学んできたナミがそういうなんて相当ね。その研究の結果、あの巨像が作られたってわけか。ええ、多分ね。はっ、とんでもない技術だわ。とにかくでかいキューブをなんとかしねえとな。でもどうすりゃいいんだ。ま、いろいろ。何すんだよ、やめろって。おとなしくしてろ。今キューブを戻してやれ。お前らいい加減にしろ。何しやがる。手伝ってやってんじゃねえか。どうやら大きなキューブは強引に押し付けても吸収されないようね。悪いが俺にはわからないな。このキューブに関してはリムのやつに聞いてくれ。仕方がないわね。リムを探しましょう。ケースやタイムリム。मैं अपने दिखा रहा है, इधर जाना है।向こうにも何かあんのか？
あ、大丈夫、これで当てて。やっぱりだ、こっちの方からリムの匂いがするぞ。チョッパーが言うなら間違いないわね。リムはどこだ。見て、小さな砂浜のところ、奥にいるの、そうじゃない？どれどれ、ああ、あれはリムで間違いねえな。聞こえている？うん、聞こえている。あのね、私、アディオを助けてあげたいの。アディオの言葉はいつも正しいし、揺るがないわ。きっとワフルドのためになってくれると思う。残念だけど、まだ私は彼を信用できない。彼の行動を裏付けるのは彼の言葉だけだもの。あ、ここにいたのか、リム。リム、この大きなキューブが体に戻らないの。あなた、理由がわからない？リム。仕方がないわね。少し力を貸してあげる。キューブを渡して。ここまで大きなキューブになると、自然に吸収することはできないの。取り込めても記憶された内容をもう一度体験しなければ、本当の力としては定着しないわ。どういう意味？口で説明するより、直接見た方が早いと思う。We are in some kind of room, I guess. Wow! Nanda, 急に景色が変わった。なんだここは。Mystery of the cube. なるほど。The nightmare reaches the realm center. It's a very rare and awful. でも、ここはキューブを自由に扱える空間よ。私たちはここを。すげえ！不思議空間だな。不思議。まあ、呼び名なんて何でもいいわ。こんなところで何を始めるつもり？ここはただの中継地点よ。ここから思い出の世界へと旅立ってもらうわ。思い出の世界？ええ、あなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。思い出の世界ね。聖火の踏襲。かつてあなたたちがそうしたように、思い出の世界で成し遂げたことを
もう一度やるのよ。ただ、思い出の世界メモリアは、あくまであなたたちの記憶からできているから。体験した様々な現象が、事実と異なる形で現れることもあるわ。だって、記憶って曖昧なものでしょ？メモリア？なんだかよくわかんねえな。説明を聞くより、体験した方が早いわ。Official fight, or we are going for Arlon. 失った力を取り戻すべく、ワフルドでの冒険を始めた麦わらの一味は、アディオの協力で巨像を倒し、最初のキューブの奪還に成功した。しかし、事態は思わぬ方向に進んでいく。Okay, we are going to Arabasta. 辞書、砂の王国、思い出のアラバスタ。あの時、言ったよな。お前を超えていくって。We are back to Arabasta against Crocodile. Okay, this is chapter 2.Maybe we meet Snooper here and Ace also. He's amazed.ビビちゃんの国か。しかし、本当にこれが思い出の中なのか？すごいわね。本物の菜の花の港町と変わらない。ここはアラバスタというのね。あなたたちはここでどんな冒険をしたの？どんな冒険って言われても、一言では難しいわね。具体的に、このアラバスタでしたことを思い出して。ビビちゃんを助けるためにアラバスタにやってきたんですか？そうだな。バロックアクスがアラバスタを乗っ取ろうとしていたから。それを防ぐために戦って。犠牲はたくさん出たけど、クロコダイルを倒して、どうにか戦いを終わらせられたのよね。明確なのは、それね。そのクロコダイルを倒したというのが、あなたたちがここでした一番大きなことよ。じゃあ、もう一度あいつをぶっ飛ばしゃいいんだな。簡単じゃねえか。やることが分かったんならとっとと行くぞ。ゾロは死ぬ first time。待って、まだ言っておかないといけないことがあるわ。この世界はあなたたちの記憶で作られているけど、前と全く同じことが起きるとは限らないの。どういうことだ？ここは俺たちの記憶で作られてるんだろ？だからよ。記憶って曖昧なものでしょ？それに、これから起こる出来事も、現れる敵も、現実より厳しいものになっているはずなの。え？そりゃどういう仕組みだ？
端に言うと、あなたたちが強くなった分、記憶の中の敵も強くなってるってこと。そうなのか。俺たちが強くなった分、クロコダイルも強くなってやがるのかよ。でも待って、今の私たちって前より弱くなってるんでしょ。ええ、その通り。メモリアを作っているキューブは完全なあなたたちから取り出したもの。つまりあなたたちは不完全な状態で以前より強くなった敵と戦うことになるわ。そんなの不公平じゃねえか。それでもこれがメモリアの仕組みだから。ミネスタ、マジかよ。なんだかよくわかんねえけど、まあいいじゃねえか。まとめてぶっ飛ばしちまえばいいんだろ。行こう。Gather information. それでクロコダイルの野郎はどこにいるんだ。それでクロコダイルの野郎はどこにいるんだ。大体ここは。クロコダイルの野郎はどこにいるんだ。それでクロコダイルの野郎はどこにいるんだ。大体それでクロコダイルの野郎はどこにいるんだ。大体ここはあの時のアラバスタのいつの頃の世界。それでクロコダイルの野郎はどこにいるんだ。大体ここはあの時のアラバスタのいつの。それでクロコダイルの野郎はどこにいるんだ。それでクロコダイルの野郎はどこにいるんだ。大体ここはそれでクロコダイルの野郎はどこにいるんだ。それでクロコダイルの野郎はどこ。それでクロコダイルの野郎はどこにいるんだ。大体ここはあの時のアラバスタのいつの頃の世界だ。懐かしいわ。ここでもいろいろあったわね。そうだな。うまい飯屋もあったな。いや飯の話じゃねえよ。あなた食いしん坊なの。Okay.
ship for travelers. Sometimes dirty. Desert animals. クロコダイルは今レインベースよ。そこにあるカジノレインディナーズが彼の本拠地。そうだ、俺たちそのカジノで捕まったよな。あんたたちが後先考えずに突っ込むからでしょう。ともあれ決まりだな。目的地はレインベースのレインディナーズ。行くぞ、ワニんとこに。レインディナーズか。そういや前は途中までカイロで行ったよな。西の入り江に船があったりしないかしら。Level upgrade you have put the lightning.
ち覚えてるぞ。美しい戦隊だ。また会えて嬉しいぞ。しっしっしっ、また会えたな、メリー。メリーさん、やっと Those are devil ships.海軍の船さえいなけりゃメリーに乗れたってのによ。そんなに悔しがることなの？当然だ。メリーも俺たちの仲間だからな。船が仲間？俺は医者だ。見せてみろ。おかしいな。熱もないし、脈拍も正常だ。一体どうなってんだ？おいおい、チョッパーにも原因がわからねえなんて、相当ヤバい病気なんじゃねえのか？きっと、アラバスタ特有の病気なんだ。おいお前、この症状になったのは初めてか？違う。前にも何度か。そうか、前にもこの病気にかかったことがあるなら、その時に使った薬が菜の花のどこかに売ってるかもな。探すなら町の中心にある広場だな。そこならいろんな店がたくさん並んでいたはずだ。行こうみんな。俺、医者としてこいつのことほっとけねえぞ。待ってろ、すぐ戻ってくるからな。急ぐぞ、広場があるのはここから北だ。で、おかしな病気ね。診断しても何もわからないだな。きっと俺がまだ未熟だからだ。とにかく急がねえと。よ薬を持って行ったやつ、大
誰か見てたりしないかな。お前だな、菜の花中の薬を持っていったのは。急病に黙れ。俺は国王様の命令を受けて動いているんだ。いいから町の人に薬を返すんだ。うるせえ。文句なら命令を出した国王様に言いやがれ。こいつ本当はバロックワークスのくせに、あくまで国王軍のふりを続ける気だぞ。大丈夫だ、チョッパー。俺に考えがある。どうすんだ？ごほん！いやー、すまない。今のはお前を試したんだ。ちゃんと国王軍の演技ができているかどうかをね。お前ミリオンズだろ。実は俺たちビリオンズでな。上の命令でお前から薬を受け取るように言われてきたんだ。何言ってんだ、ウソップ。いいから。ここは黙って見てなさい。ビリオンズ、それならそうと早く言ってくださいよ。指令書通りこの町の薬は全部奪ってきました。見てください、ほらこの通りです。そうか、ではもらっていこう。今頃町のやつら薬がなくて困ってますぜ。王国への不満も増えるってもんです。今度は医者でも引っ立てましょうか。病人は死んじまうかもしれねえですよね。お前、薬は簡単に手に入れられそうだけど、俺このまま戻るなんてできねえ。戦意がこう言ってるが、どうするルフィ。ぶっ飛ばして薬を全部取り返す。おう、俺が相手だ。ゴムゴムのバズーカ。やるか。トラッキー。やるぞ。やってやろうじゃない。サンダーボルト、ゲット。やるぞ。
悪い、助かった。俺は負けねえ。手にとって不足なし。刀の鍵にしてやる。さあ、ガツンとかますわよ。サンダーボルト、テンポ。お、俺が相手だ。一撃、覚悟しろ。必殺カエル。ノリンちゃん、これが終わったらスイーツを作るね。トレンタフルール。この足でてめえも仕留める。よし、交代だ。アームポイント確定。ロゼオン。間違ってもレディに手出すんじゃねえぞ。止めて下ろしてやるか。ムートンシャット。
かせとけ。必殺火薬帽子。存分にやらせてもらうわ。トレンタフルール。肩鳴らしといくか。鬼まただ。あいつらは俺が片付ける。けど薬をどこに返せばいいのかわかんねえし、一回さっきの店の人に聞きに行かねえか。そうだな。それにこの中のどの薬があいつの腹痛に効くのかも確認しないといけないしな。 I think it will take a lot of time to defeat Crocodile the Serendipity。それにしても町の物資を奪うとかクロコダイルもひどいこと考えるよな。でもよかったの？私たち以前と随分行動が違うけど。何か影響は出ると思うけど多分平気よ。大きな流れは変わらないはずだから。多分ってお前な。We should definitely talk with that person. It will help us gain some information that we might have. Might help us in some way. I cannot help that guy. And I am trying to reach the train as fast as I can.やがる。単に腹が減ってただけなのか。つまんな。実はそうだったんだ。腹が減ってるならそう言えよ。そうだぞ。どこも悪くはなさそうだし、知らない病気かと思ったじゃねえか。悪かった。だがアラバスタじゃ俺みたいな生き倒れは結構いるんだぜ。水や食料が簡単に手に入る場所でもねえんだ。分かったよ。でもだから悪かったって。ついいつものノリでやっちまった。こうしてるといつも通りすがりのやつやこの先の雑貨屋の店主がなんか恵んでくれるんでな。ああ呆れた。
それであのおじさんもあんたのことを知ってたのね。とにかくありがとう。本当に助かったよ。これからも俺のような生き倒れを助けてやってくれ。ああそうだ、ついでにこの鍵、門の前にいる男のところへ持って行ってくれないか。あんたたちが戻るのを待っている間にちょうど手元のところに落ちてることに気づいてね。That's the good thing。 いや、それなら自分で。腹が膨れたら眠くなってきた。おい、こんなとこで寝るな。はあ、とにかく無事みたいでよかったぞ。それにこれであの門の向こう側にも行けそうだしな。なあ、もともと向こう側に行かなきゃいけなかったし、ちょうどよかったかもな。ああ、ダメだ。あの鍵、もう一生見つからねえ気がしてきたぜ。ナナ、この鍵、お前のだろ？おお、それだそれ。俺、じゃあ、早速門を開けてくれる？うん、すぐ開けるから待っててくれ。Now, so we can move forward. さあ、開いたぞ。あんたたち、鍵を届けてくれてありがとうな。あれ？この後どうするんだ？レインベースまで陸路で行かなきゃいけないから、そのルートに関する情報集めと、あと砂漠を進むことになるから。必要な物資を揃える必要があるわね。しっしっし、じゃあ先に食い物集めだ。お前な、まあ別にそれでもいいか。よし、行くぞみんな。こんなにたくさんの人、初めて見たわ。あなたもしかして、リリエちゃん、マジン、あなたもしかしてあの島から出たことがないの？ええ、メモリアに来たのも初めてよ。
Se no, le voy a decir que me voy a liberar. このスープ、複数の食材を組み合わせてはいるが、互いの味が喧嘩してね。こいつは誰にでも作れるような代物じゃねえな。お、さすがだな。やっぱりあんたに食わせて正解だったぜ。そんなあんたを見込んで頼みがある。俺はこいつに負けないスープを飲んでみたくてな。もしこいつを超えるスープを作ってきてくれたら、8人分の食料もついでに水だって全部タダでくれてやるぜ。面白い、その話乗った。じゃあ料理ができたら俺に話しかけてくれ。そうは言ってもサンジ君、何か。さっきのスープめちゃくちゃうまかったからな。そうだな。この辺で手に入るもんで使えそうな食材といえば、サソリの足肉だな。サソリの足肉だ。そんなもん食えるのかよ。ああ、毒腺を破かないようさばく必要があるな。それなりに手間だが、俺なら問題ねえ。それともう一つ、サンディシェルって貝も必要だ。ありゃいい出汁が出る。スープにはうってつけだ。サンディシェルはこの辺じゃ珍しくねえ。近くの砂浜で簡単に手に入るはずだ。集めたらどうすればいいんだ。ここに戻ってきてキッチンを借りよう。最高のスープを作ってやる。よし、じゃあ食材集めてサンジのスープ飲むぞ。仕方ねえ、付き合ってやるか。まったくあんたたちは。私たちの目的はあくまで食料を手に入れることなんだから忘れちゃダメよ。なあサンジ、西の入り江に来たってことは、この砂浜でさっき言ってたサンディシェルが取れるのか。ああ、そのはずだ。だけどどうやって探すの。みんなで手分けして潮干狩り。いいよナミさん、ここは俺に任せてくれ。食材集めもコックの腕のうちってな。そいつってサンディシェル。
あったぞ。こいつがサンディシェルだ。こんな簡単に見つけるなんて、サンジすげえな。褒めたって何も出ねえぞ、チョッパー。次はサソリの足肉を手に入れればいいのよね。砂漠に行きゃいるだろうが。一応We are going to spice bean and ask for directions. はあ、サソリの居場所を知りたいって？なんだってそんなことを。まあいいか。サソリなら荒涼の谷に行けばいると思うぜ。店を出てまっすぐ西へ進めば着くはずだ。わかった、ありがとな。なーに、いいって。それよりスープ楽しみにしているぜ。よし、それじゃあお前ら荒涼の谷に行くぞ。オン。 We went to Desolate Valley. So after それにしても変ね。ん？どうかしたのか、ナミさん。アラバスタの地形って大体把握してるつもりだったんだけど、なかったはずなのよね。菜の花の近くにこんな洞窟。ここはメモリアよ。地形だって現実と同じとは限らないわ。そう。じゃあ前回の経験は当てにならないかもしれないわね。I see a spark in here. So, मतलब वही तक करेंगे, खाना वाना पानी सब ले लेंगे, उसके बाद डिजर्ट वाला हम लोग कल करेंगे, डिजर्ट वाला. योश, この辺のサソリ。全部倒すぞ。おい、そんなに張り切る必要はねえぞ。今の力を試すにはうってつけだな。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのブレッド。だからやっぱり体操ダメージ。もう気は抜かねえ。バースコート。反撃開始だ。This is God do something. よし、行くか。鬼。
行くぞ。アームポイント確定。ロゼオン。みんな、あいつなんかやりそうだぞ。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのガトリング。ドラッぶっ飛ばしてやる。やるぞ。行く。あいつの弱点はどこだ。待ってろ。アームポイント確定。ロゼオン。ほれ、いい調子だ。力が戻ってきた。こんなところで満足か。このキャプテンウソップに不可能。やったー。俺が万能薬になるんだ。必要な力なら。おい、そんなに張り切る必要はねえぞ。サソリの足肉なんて一つで十分だからな。サンジ。おう。Riding back, we're giving the soup, we're taking the food and water, and then we'll end the video.Start from their wall. So every chapter will be like little 2 or 3 episodes long, or 2 or 3 hours long. I'm trying to do as fast as I can do. Till it's.Maybe later. Now, I need to do this first. Those are already side missions that I腕が鳴るな。さあ食え。
さあ食え。これが俺の作った料理、サソリと貝のスープだ。おお、興味深い香りがするな。あ、これはこの澄んだ味わいはサンディシェルから取った出汁、それにこの肉肉しい味わいはサソリの足肉を使っているのか。いやー、お見それした。こんなにうまいスープは初めて飲んだぜ。イース、うまそうな匂いに釣られてきたら、ルフィ、お前がいるとはな。エース、どうしたルフィ。We emotionally didn't talk about it. Yeah, this is just memories, but...また会えるなんて思わなかった。おいおい、この間会ったばかりじゃねえか。だってよ。まあ話は飯を食いながらにしよう。腹ペコなんだ。そうか、じゃあサンジ、先の頼む。ああ、任せとけ。メラメラの実の能力者、危険のエースはルフィの兄である。世界最強の海賊、白ひげ海賊団の2番隊隊長を務める彼は、仲間殺しの海賊を追っていた。いやー、うまかった。いい腕だ。当たり前だ、サンジは俺の船のコックだぞ。いい仲間を持ったな、ルフィ。おう、よし、うまい飯で腹も膨れたことだし、そろそろ行くか。That is super. またそんなすぐに行っちまうのか。ああ、積み忘れたものがあって戻ってきただけだからな。じゃあな、ルフィ、待ってるぜ、高みで。エース、見ててくれよ、俺は必ず海賊王になる。ルフィ、よかったな、エースに会えて。ええ、そうね。って、それはいいけど、8人分の水と食料は？約束通りタダでやるから心配すんなって。ほら、持ってきな。絶品スープを飲ませてくれてありがとうよ。これでようやくレインベースを目指して出発できるわね。よし、みんな砂漠に行くぞ。記憶のパーツで作られた世界ってのは、こんなこともあるんだな。そうね、危険な冒険かと思ったけど、こんな出会いがあるなら悪くはないわね。気は抜けねえけどな。やることは変わらねえ。ビビを見つけてワニの野郎をぶっ飛ばす。It's going to be hard to defeat crocodile in our stage.I'll just save at that point where we are about to enter the desert.
does the research, so it's neat escape from the town job. ねえ、ところでこれから行くレインベースってどういう町なの？確か夢の町だったか？ええ、人々がギャンブルで一攫千金を夢見て集まることからそう呼ばれているわ。そしてクロコダイルが経営するその町最大のカジノこそ私たちの目的地レインディナーズよ。カジノ、あれ、ちょっと待って、ここって私たちがレインディナーズにいた頃の世界よね。じゃあひょっとしてビビって今、ええ、レインディナーズの近くにいるかもしれないわね。ビビ、そう、あなたたちの知り合いがそこにいるかもしれないのね。So I'll end the video here. Thank you guys for watching and stay tuned for the next part.